お久しぶりです。恒例のね、木崎湖ワカサギ調査ということで、私水野ひろあき久しぶりにね、この木崎湖にやってきました。さあ今ね、激熱なポイントがあるということで、これはちょっとね、マダンボートさんに教えてもらったんですけれども、ここはね、まず場所から入りますね。今ここっていうエリアは木崎湖キャンプ場沖になります。エレキがある人もちろん行ってくださいね。手漕ぎの方でもね、あの天気が今日みたいな凪の天気であれば、全然行ってて来いでね、来れちゃうような場所です。じゃあでもね、魚足んなかったらこれどうすんだよ、分かんないじゃんって人いるじゃないですか。うん、大丈夫です。木崎湖モダンボートから湖岸線ですよね、湖岸線をぎゅーっと来た延長線上のちょっと西川っていうのかな、ちょっと西側にいます。で、こっちを見た場合、弁天と呼ばれる石垣が積んである、あの松の木が生えててね、石垣が積んであるところ、あそこの、まあ、真東、うん、そうです。だから湖岸を、モダンボートからの湖岸をぎゅーっと結んだ糸と弁天から来たない、まあ、大体この辺かなっていうところにいます。で、ポイントの水深的にはね、今8メーターとか9メーターとかにもいますし、浅いところ6メーターとかにもね、たくさんいるんですけれども、ちょっとどんな感じか、釣れるサイズがどれぐらいなのかっていうのを、はい、今回調査していこうと思います。はい、木崎湖キャンプ場沖や、今日は。さあ、どうかな。これね、実はね、あのいるんですよ。これね、いないと思われがちなんですけど、そこの方にちょっとね、ポサ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 って生えてるようなね、あのこれ草かなって思うぐらいのね、もじゃもじゃした感じですね。これがね、実はワカサギなんですよね。はい、これでもね、あの釣ろうと思ったら全然釣れます。はい、その場合必ず仕掛けをね、そこに落とすってことが必要なんですけれども、まあ、そういったこう薄いとか分かりにくかったとしても、こうそこの方でもじゃもじゃって生えてるような、はい、映り方も全然ね、釣れます。はい、来た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 、いいじゃんいいじゃん、おお、オッケーオッケーオッケー、ほらちょっとしか映ってなかったとしてもね、仕掛けを下に進めたらこんな感じでワカサギいます。はい、さあ、おこれ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 よ、もうなんかカーテンみたいになってる、すごい、これ真っ黒になった。これはね、機械の故障ではありません。これ全部ワカサギの群れこれすごいな、めちゃくちゃいるやんこれ。しかもね、下の底の方からかなり上までいますよね。もうこんな感じでびっしり画面が真っ黒になるような状態、これはね、もう一番釣れるんで、すぐ仕掛けを落としてもらった方がいいと思います。はい、これはいいね、これが理想です。はい、おっと来たよ、4本中これ3本、これね、こんな感じ、いい群れがね、縦掛けできますから。はい、やったねやったね。どうやはいはいはい、まあ短時間でね、遊べれましたね。ご自身でね、魚探を持ってる方、もしくはその魚探付きのね、ボートを借りられた方、ぜひね、この木崎湖キャンプ場沖、来てください。今やばいことになってるから、すげえ楽しいから。ただね、北風吹くと荒れやすいエリアなんで、強風時はね、皆さん注意をして、楽しく釣りをしてください。ということで、調査終了でございます。